岩本町は東京都千代田区にある地名。住居表示実施済みで、現行行政地名は岩本町1丁目から岩本町3丁目。なお、本校では期限を同じくする神田岩本町についても合わせて説明する。郵便番号は岩本町は101-0032。神田岩本町は101-0033。千代田区の北東部に位置する。 岩本町と神田岩本町を含めた町域の北側は神田川を挟んで千代田区神田佐久間町、神田佐久間市に接し、東は千代田区東神田、南は中央区日本橋小馬町、日本橋本町、西は千代田区神田須田町、神田東松下町、神田東小宮町、神田小野町、神田西福田町、神田三倉町にそれぞれ接している。 岩本町と神田岩本町の間を昭和通りが通っている。岩本町1から3丁目は1965年7月1日の住居表示実施によって新設された町名で、神田岩本町の一部のほか、神田山和町、神田松江町、神田本岩井町の全部、神田豊島町、神田東松下町の各一部からなる。神田岩本町は岩本町3丁目の西側。 昭和通りを挟んで西側に位置し、前述の住居表示実施の対象外となった、強小な区域が、住居表示未実施のまま存続しているものである。なお、千代田区の旧神田区の地域では、岩本町に限らず、住居表示未実施の町名には、神田西区町のように、神田を干渉し、住居表示実施済み区域では、三崎町、猿楽町のように、神田の干渉を廃止している。 当地は商業地域としての性格が強く、オフィスビルや商店が多く見られる地域となっている。また岩本町一帯はかつては大規模な古着市場があったことでも有名であった。この名残で現在でも数は減ったが、東部の東神大一帯とともに、繊維業関係の企業や商店が参見できる。他の業種のオフィスビルも多く見られる。 神田柳原の古着市場、神田柳原、神田岩本町、芝日陰町は、古着屋がの木を連ね古着市場として知られた。ことに、柳原は、吊るしの古着屋が多く、柳原もの、柳原仕立てといえば、古着を意味した。神田柳原の古着市場、明治以前より最もっとも、名高しまた近年は、環境を得て、公然なる市場を建設し、 年中は最地の森なること他に類を見ぬ、東京の一名ものなりと記載あり、清水清風町、東京名物百人一種明治40年8月、神田柳原の古木市場より、抜粋地域南部、神田金物通りより、南の地域、ビルや商店が立ち並んでいる、地域中部、神田金物通りより北で、神田平成通りより、南側の地域、 ビルや商店が立ち並ぶ、地域北部、神田平成通りより、北の地域、地域内の靖国通り下に、都営新宿線の岩本町駅がある、ビルや商店が立ち並ぶ、繊維関連の企業や商店も見られる、地域北西部、昭和通りより、西側の一地域、ビルや商店が立ち並ぶ、住居表示水市地域、二千十七年十二月一日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。地域を南北に、水天狗通り、大門通りが通っている。また地域を東西に、神田金物通り、神田平成通り、安国通り、柳原通りが通っており、 神田金物通りは岩本町一丁目と岩本町二丁目の境界となっている。神田平成通りは岩本町二丁目と岩本町三丁目の境界となっている。地域西部にある昭和通りは地域内の靖国通りとは岩本町交差点で交差しており、東交差点付近の靖国通り下に都営新宿線岩本町駅がある。また昭和通り上には 首都高速1号を上野線が通っている。昭和通りは北部の神田川上に泉橋として川にかかっている。当地域内では岩本町駅のほか、地域北部方面では秋葉原駅、南部方面では東京メトロ日比谷線、小玄馬町駅、地域西部では神田駅がそれぞれ利用可能である。ありがとうございます。